こんにちは、粟田洋介です。今日は画家と猫、それから絵を描く幸せについてお話ししたいと思います。猫好きの画家と検索してみたら、パブロ・ピカソ、サルバドール・ダリ、アンリ・マティス、グスタフ・クリムト、アンディ・ウォーホル、私が好きな画家ばっかりじゃないですか。それから歌川国芳、藤田嗣治なんかも猫好きで有名です。で、画家に猫好きが多いかというと、そういう統計が見つからなかったのでちょっとわかりません。でも画家だからって猫好きが多いとは限らないと私は思います。まあ私も絵を描いているので、そこそこの人数の画家の知り合い、もしくは面識がある人っていうのはいらっしゃるんですが、猫が好きかどうかって聞いたことがある人っていうのは数が限られているので何とも言えませんが、動物に興味がないっていう感じの人すら結構いらっしゃると思います。で、私は猫がテーマの展示会とかイベントとかに結構参加しているので、猫好きで絵を描いているという方に会うきっかけはかなりあると思います。そんな中で私が会話した多くの人たちは、猫が純粋に好きで猫の絵を描いてるって方が結構多かったんですけど、中には動物全般好きで特に猫が一番好きってわけじゃないんだけど描いてるっていう人もいらっしゃいます。知ってる方も多いと思うんですけど、去年の日本ペットフード協会での調査では、日本全国で飼い犬の数よりも飼い猫の数の方が多かったっていう結果が出ています。でも飼い猫の数は多いんですけど、犬派と猫派っていうのがありますよね。ネットでちょっと見ていたら、去年のいくつかの調査で犬派の方が猫派を 1.6 倍ぐらい上回ってるんですよね。でも年齢が若くなるにつれて、まあ10代だと半々より猫派がちょっと多いぐらいで、あとは犬派が多いって感じで、なんか年齢層が上になるほど犬派が増えていくっていう感じでした。そんなの知ってどうなるんだってわけじゃないんですけど、面白いですよね。私が犬派か猫派かっていうと、私は両方好きです。9歳の時に初めて犬を飼って、それまでは犬が怖くてしょうがなかったんですけど、犬と一緒に過ごして、で犬がすごい可愛くて犬が好きになって、その時は猫のことをよく知らなかったので、私は犬派だと思っていました。で、私が初めての猫を飼ってからは、生活の一部に猫がいて、まあそれ以来私は猫派みたいに見えると思うんですけど、やっぱり昔飼ってた犬の愛情とかもあるので、私は犬派でもあり、猫派でもあります。で、猫の絵を描く理由なんですが、猫の何が好きかっていうのは人によってすごく違くて、それは画家の中でも同じで、自由なところが好きっていう人もいれば、肉球が好きっていう人もいるし、いろいろですよね。絵を描く人も描かない人もいろんな趣向の方がいらっしゃいます。で、よく聞くのが、なんかアートとかグッズとか買うときに、犬派の人は自分ちと同じ種類の犬がいいという人が多いのに対して、猫好きの人は猫だったら何でもいいっていう人が多いそうです。とはいえ、絵を買う人の中には、これうちの猫に似てるからとかって買っていく人も多くいらっしゃいます。やっぱり自分のうちの猫が一番可愛いですもんね。とはいえ、うちに飼ってるのは黒猫じゃないのに、黒猫の絵とかグッズが欲しいって人もいらっしゃいますし、猫好きの人ってのは幅広くいろんな猫が好きっていう話はよく聞きます。それから猫のモチーフってのすごい絵になるっていうのを聞いたことがあります。で、絵になるって言っても、その良さっていうのはやっぱりいろんな表現する人がいるので、何がいいっていうのは人によって違って、まあ可愛い猫が好きな人、かっこいい猫が好きな人、それから面白い猫が好きって人、なんか中には親父臭い格好とか表情とかの猫を面白おかしく表現してるっていう絵とか写真もありますよね。それも作り手の趣向が現れると思います。で、次は絵を描く幸せについてお話ししたいと思います。
セーフアートっていう言葉があって、なんか無難なアートみたいな感じですね。例えば印象派みたいな、今の時代可もなく不可もなくって感じで、でもみんな大好き、まあ、そういう絵を描いてる人たちは全然いいと思うんですね。でもちょっと私の趣味ではありません。まあ印象派ではなかったんですけど、何かちょっとセーフアートっぽいのを描いてみよう、描いてみたことがあるんですけど、売れなかったです。そんな甘いものではありませんでした。でもね、売れなくてよかったと思うんですよ。もし売れて何枚も何枚も描く羽目になってたら、今頃私は絵を描くのをやめているかもしれません。私は表現を進化させていきたいんですね。アートは実験のように、毎回毎回新しいことを試して、で、どんどん進化していくという風な描き方をしないと、私はちょっとつまらなさに耐えられなくなってしまうんじゃないかと思います。まあ私に限らず、やりたくないことを続けていくってのはものすごい辛いと思います。せっかく絵描くの好きでも、自分が一番好きで得意なことがなくなっちゃうと、幸せじゃないですよね。なので私は好きなように絵を描いています。こんな感じの絵が完成しました。これは大流とキャリコというタイトルです。こういう感じの円とこういう感じの色がちょっと今日は使いたくて、モチーフは猫でも犬でも人間でもよかったんですが、まあ猫の絵を描きました。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。